バルキリードライブ。お話の始まりだよ。やっと着いた。ここがビクニか。へえ。病気の療養のために作られた島だって聞いてたから、もっと寂れた場所を想像してたけど、想像してたよりもずっと大きいね。建物も立派だし、人もたくさんいそうな雰囲気だし、ちょっとしたリゾート地って感じ。遊ぶところってあるのかな。ショッピングもしたいかも。ランカちゃん、私たちは病気を治しに来たんだよ。遊びに来たんじゃないんだから。お父さんとお母さんがいろんなツテを頼って、評判のいい島へ行けるように手配してくれたんだもの。きちんと病気を治して、
早く安心させてあげなくちゃ。ランカちゃんだって早くお家に帰りたいでしょ。分かってるってば。お姉ちゃんの言うことは理解できるし、大体賛成だよ。私たちのこれが病気だって言うなら治さなくちゃって思うしさ。療養だって真面目にやるよ。私はさ、お姉ちゃんと一緒ならそれだけでいいんだ。そうだね。で、どうするの？どうするって何が？私たちこの島にしばらく住むんでしょ？そうね。だったらなんかこう手続きみたいなのがあるんじゃないの？私は何も聞いてないけど。じゃあ住むところとかどうするの？そう、私ランカちゃんが知ってると思ってた。私は何も聞いてないよ。あっちゃー、困ったな。どうすればいいんだろう。ランカちゃんは心配性すぎるのよ。誰かに聞けば済むことでしょ。お散歩がてら適当に歩いて会った人に聞いてみましょう。そんな行き当たりばったりで大丈夫かな。行き当たりばったりじゃなくてポジティブシンキングって言ってよね。お待ちしておりました。何これ、ロボット？ほら、お出迎えの人が来てるじゃない。私が言った通りだったでしょ。人じゃないと思うけど、まあいいか。で、あんたが案内してくれるの？入島許可証を提示してください。お姉ちゃん、入島許可証を見せろって言ってるよ。何それ？向こうを出るときに渡されたでしょ。大事なものだからなくさないようにって言われたやつ。入島許可証？あれのことか。私が持ってると絶対になくすから、私の分もお姉ちゃんに預けたよね。あー、そうだっけ。まさかなくしたの？なくしてないよ。なんかちゃんってば、お姉ちゃんを疑うの？悲しいな。ごめん、そんなつもりじゃなかったんだ。じゃあ許可証は？ないの。え？なくしてないんだよね。なくしてないけど、船の中に置いてきちゃった。で？入島許可なき者は排除、排除。うわ、ロボットが集まってくるよ。どうするの、お姉ちゃん。話せば分かってくれないかな。侵入者を排除せよ、排除せよ。聞く耳持たないみたいだよ。ここを通してもらえないと島の人を探すこともできないね。しょうがない、ちょっと道を開けてもらおっか。行くよ、ランカちゃん。お姉ちゃんと一緒なら絶対に負けない。
これじゃあ全然物足りないよ。よっ、おりゃ、よっ、よっ。そりゃー、せーの、ここからだよ。これは痛いよ。これでどう？いくらでもかかってこーい。うん、おりゃ、さあ、よっ。これで50個も突破。せーの、吹き飛ぶ。ここからだ。そりゃあ、おりゃ、さあ、よっ。甘く見ないで。よっ、はっ、よっ、よっ。舐めないで。まだまだ余裕。はっ、はっ。いくらでもかかってこーい。これで決める。ラム、よっ、はっ、よっ、はっ。おりゃ、舐めないで。よっ、せい。はい、やったー。一番いい評価だよ。また強くなっちゃったかも。どんどん強くなっちゃうよ。また強くなっちゃったかも。これでよしっと。壊しちゃったロボットはゴミ箱にでも隠しておけばいいよね。証拠隠滅っと。それじゃあ改めて島の人を探しに行きましょう。ほら、行くわよ、ランカちゃん。ああ、待ってよお姉ちゃん。